モッテキーナさんほぼ1万円企画の後半です。まずは話題のカレーの台に挑戦していこうと思います。これね、地味にね、この輪っかに入れるの結構ね難しいんですよ。使っちゃいましたね。はい、3回目なんですけど、こんな感じで輪っかに入れて、ギリギリに輪っかに入れるとヒュインと進んでくれますね。輪っかにはなんとか入る。お、いいですね、落ちてくれたので、これはどうでしょう。粘るんかい。まあここまで来たら一回押してあげればきっと落ちてくれるんじゃないかなと思いますので、押してみようと思います。一個か。続けてやっていこうかなと思います。なんとなくね、この左右の位置は分かってきた気がするので、輪っかには入れられるくらいには成長したかと思います。ただ輪っかに入れたからといって必ずしも取れるわけではないんですけど、これはすいません、単純にミスですね。紫色の輪っかを狙ってました。で、一応輪っかには入れるんですけれども、2個入れちゃうと厳しいみたいなのがあるみたいですね。もう一回ちょっと手前、もう一回狙ってみましょうか。あ、2個入っちゃったので、これは進まないですかね。ダメそうですね、残念。はい、ということで狙いは奥に変えていこうかと思います。失敗。なんで下の方だけ入るんじゃ。これはねちょっと難しいかな。これは下だけ入っちゃうと難しいですね。そうですね、はい。ということで、おとなしくですね、最初狙っていた奥の紫色の輪っか入れようと思ったんですが、下手です。こういうのってね、だいたい手前の方が狙いやすくて、奥の方が狙いづらいんですけど、なんとなくやっとタイミングつかめるようになってきました。同じ奥の紫色の輪っかを狙っていこうと思います。そうですね、一個だけの輪っかに入ればうまいこと進んでいくみたいな感じですね。よいしょ、ひょいっと、あ、いいですね、進みましたね。もう一回輪っか入れて、よいしょと。どうだ、あ、下の支柱が落ちた。上は落ちなかった。もう一回紫の輪っかに入れて、よいしょ。これでね、進んでくれないかなと。よいしょ、お、ギリギリまで来ましたね。もう一押ししましょう。落ちない、ミスですね。もう一回輪っかに入って、でこれでさすがに落ちるでしょう。よいしょ、よっしゃ、いいっすね、2つ落ちました。で、最後はこの2個を落としたいが、押す力が弱いのかな。もう一回いきましょう。よいしょと、 OK、 落ちましたね。合計で6個落とすことができましたよ。いろいろ取れました、たくさん取れましたが、私は料理しないんですよね。はっはっは。続いてメルティーキスの台ですね。この状態で諦められていました。もうこのまま横に動かしたらなって思ったんですけど、意外とね、思ったようには動いてはくれませんでした。なるほど、だから諦めたのかっていう感じですね。なんとなくね、前の方が辞められた理由は分かりました。ですが、これはね取ろうと思います。頑張って。で、作戦としてはこう後ろを引っ掛けてもダメだったので、今度は手前にちょっと引っ張ってみようかなとか思ってみたりしています。手前に引っ張った反動で落ちないかなみたいな、そんな感じですね。でも思ったように動かないので、戻してみたりもするんですけど、あんまり動いてくれないんですよ。で、落とし口が大きいので、両方のアームで挟んでぶん投げられたら反動で落ちねえかなと思って、両方アームで持ってみようと思いました。どうでしょう。あ、いけましたね。あ、これが正解だったみたいです。これワンチャン100円でいけたんじゃないか説がありますけど、まあ、業務用だからいいんじゃないかな。勝ちです。うん、いいね、お願いします。本当に。続いてお味噌汁のカップを狙っていこうと思います。真ん中あたりを狙ってみたつもりではいるんですけれども、ダメでしたね。2回目、これもねちょっと真ん中ら辺狙ってみたつもりなんですけど、ダメでした。3回目、真ん中ら辺を持ち上げたつもりだけどダメだったので、やめておこう。さて、ここから覚醒モードに入ります。
これ結構中身ぎっしり入ってる栄養たっぷりの朝飲んだら美味しいやつですね。最初はマンゴーを味をいただこうと思います。ね、パワーがねめっちゃ強いんですよこの台。なので何しても取れんじゃないかなと思って、最初ちょっと横向きにしてみようかなとかって思ってみたりしてます。強っ、よいしょ、横向きにはいかないので、じゃあちょっと真ん中らへん掴んでみましょうかね。ワンチャンひょっとしたら持ち上げている。約1キロですよ、すごいっすよね。落ちた、これは続行です。なぜならこの箱の下角はもうバーから外れてますよね。なので奥のバーに沿わせてあげれば落ちるんです。そうなんですよ、実はねチャンスの形だったんです。届かないと思いきや大チャンス。さあ、せっかく一箱ずつまで取っていいよっていう個数制限ありますので、続いてリンゴ味を取っていこうと思います。またね狙いは一回真ん中を狙ってみようかなって感じなんですけど、わーお立った、すげえな。立ったけど掴む力は相当強いと思うので真ん中ら辺を狙ってみようと思います。どうでしょうか。持ち上がって外れて、あ、これもねいけますね。手前角の側面を沿うように左アームで引っ掛けてあげるとずれていってくれるはずですが、どうでしょう。アームはね強いんで、ね、絶対動きはありますよ。いいですね。でもう一回ぐらい同じところを狙ってあげれば落ちてくれるんじゃないかなと思います。まあアーム強いですからね。どうでしょう。はい、落ちましたね。狙い通りゲットすることができました。4手ですね、いいですね。最後はバッバナナ、あそれバッバナナ、すいません D オタを発揮しました。そうなんです、ニャオピさんねディズニー大好きなんですよね。コロナ前まで11年間東京ディズニーリゾートの年パス持てたぐらいディズニーが好きなんですよ。はい、プチ情報でした。ということで、バナナも狙っていきます。バナナも狙っていきます。まあ、基本的には同じような狙い方でとりあえずぶん投げてみたいな感じでやろうと思います。で真ん中ら辺を持ち上げてあげて、はい、いいですね、持ち上げましたね。どこに落とすかな。おっとこれは続行。初期位置を期待した皆さんすいません、今回ないっすね。そういえばで届くので、これ箱を沿うように左アームで狙っていけば OK です。もうこれで奥の角外れてるので左アームで手前角を引っ掛けられれば落ちるはずですが、どうでしょう。はい、狙い通りゲットできました。ということでこれにて1万円チャレンジ終了。約1万円でいろんなお菓子をゲットすることができました。モッテキーナさん、アームめっちゃ強い台ばっかりなので、私より上手い方たくさんいると思うんですけど、きっと景品取り放題だと思います。ぜひ皆さんも食料はゲーセンで取りましょう。最後までご覧くださりありがとうございました。皆様からのいいねやコメントが私のモチベーションアップにつながりますので、ぜひにお願いいたします。いやー、1キロ近い食材を持ち上げちゃうって本当すごいっすよね。